見ざる言わざる聞かざるの前でざる見ざる聞きざる読みを語る精神科医樺沢紫苑の樺チャンネル。今日は日光東照宮に来ております。この日光東照宮のですね、見ざる言わざる聞かざるの有名なですね彫刻の前からお届けしておきます。修学旅行生とかも多いので少し端の方からですねお届けしていきたいなというふうに思うんですけども、インプット大全をご覧になった方はざる見ざる聞きざる読みっていうのをねちょっと聞いたことあるんじゃないかなというふうに思います。ざる見ざる聞きざる読みって何かというと、例えば人から話を聞いた時に意外とその内容を覚えちゃいないというですね、例えば何か上司からね仕事をこういう感じでやってくれというふうに言われて10個ぐらいのポイントを言われても大体6つか7つぐらいしかねポイントを抑えて言えなかったりするということがあるんですね。だから人の話の内容をしっかりとですね聞いてポイントを抑えてですね話していくというのは非常にこう難しいというふうに言えますね。意外と聞いてるで聞いてないわけです。例えば私が患者さんなんかに薬の説明とかをするんですけども、5分10分説明して今言ったことをもう一回言ってくれますかというとほとんど何も言えなかったりするんですね。そういったこともあって聞いてるようで実は聞いていないというのザル聞きというふうに言うわけですね。これが非常にインプットの大きな問題です。皆さんが何か仕事をしてもうまくいかない理由というかですね、それっていうのは一生懸命聞いてるつもりですけども実はポイントを抑えて聞けてないということがあったりする。これがザル聞きですね。あとザル読みっていうのを、例えば本を読んでも一冊本を読んでもですね、例えばその本に何か書いてありましたかってことをうまく説明できなかったとしたらそれは読んでるうちに入れないわけでザル読みという形になってしまいますね。ということでそういうインプットっていうのは非常に大雑把なもので、なかなか自分は本をたくさん読んでますって言っても内容を把握してなかったとしたらそれ読んでる意味がないんですね。一生懸命仕事をしてますって言っても上司の話がそういうふうに右から左に抜けてるようであれば、最初からあなたが聞いた通り 100% やったとしても10のポイントのうち7つしか押さえていなければ最初から70点の仕事しかできないという形になってきますね。ですからこのざる見ざる聞きざる読みっていうものを減らしてインプットの精度を高めていくというのが樺沢流のインプット術になります。そのためにはですねアウトプットをするってことですね。人から話を聞いた場合もう一度その例えば10個のポイントを復唱してみるっていう、そうするとですね自分が言ってない点と自分がきちんと理解しなかった点というところをですねしっかりと分かるということができますので、インプットしたら必ずアウトプットをするということがですねインプットの精度を高める、ざる見ざる聞きざる読みを減らすという一つの重要なですね方法になってくるということでございますね。ということで本当に皆さん一生懸命勉強したりインプットしたり本を読んだり人の話を聞いたり何か頑張ってるんですけど、なかなか身につかないっていうのはインプットの精度っていうものが非常に曖昧になっているというね、100のインプットをしても私たち頑張って聞いても60か70ぐらいしか実はならないという、このザルのようなインプット吸収力ではどれだけ本を読んだり人の話を聞いたり勉強したり一生懸命仕事の精度を高めようとしてもなかなかいい結果っていうのは出なかったりする。だからこのインプット精度っていうのをとにかく高めるという意味においてはね、ザル聞きザル読みザル読みこういったものを減らしていくということがねとても重要なので、インプットしたら必ずアウトプットをして自分がどこまでその内容を理解できたのかインプットできたのかを常に確認しながらねインプットしていくってことがとても重要なんじゃないかなと思います。ということでザル聞きザル読みザル見というねコンセプトを見ざる聞かざる言わざるの彫刻から得てですね作った言葉なんですけど、日光東照宮のこの彫刻の前から今日の発信ができてとても嬉しいです。精神科医樺沢紫苑の樺チャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。